平成20年1月1日火曜日午後10時を過ぎました。中目黒ラジオの時間です。明けましておめでとうございます。小山田圭吾です。この中目黒ラジオは私小山田圭吾が NHK と協力してお届けするラジオプログラムであり、夏と冬の年2回放送されています。ちなみに中目黒は東京の目黒区にある町の名前でありまして、この中目黒ラジオももちろん中目黒で作られており、そこからこうして全国へ送られているわけです。それでは列島新春スケッチから参りましょう。まずは南春夫さんの新春コンサートの話題です。コンサート会場に中継が出ています。南さん。皆様こんばんは、南春夫でございます。新しい年に向かって、充実した作品を生んでいける、こんな感じがいたします。いろんなことをやりました。でいろんなことをありがとうございました。いろいろなことをやらせていただけましたのも、これはもうお客様のお力でございます。これに報いる道はただ一つ、真心込めて歌うだけでございます。どうぞ今宵はごゆっくりと最後までお過ごしくださいますように。
侮ってはいけません。たかが同様、されど同様。黒柳さんから
つはうつさん、ウキウキ気分はうつさん、カラーでうつさん。
山田圭吾がお送りしている中目黒ラジオ。続いては去年お亡くなりになった著名人の話題です。平成19年もたくさんの方々がお亡くなりになりました。中目黒ラジオは謹んで哀悼の意を表します。アメリカのベストセラー作家シドニー・シェルダン氏が亡くなりました。89歳でした。グループサウンズのボーカルや俳優として活躍したタレントの鈴木博道さんが亡くなりました。60歳でした。日本一の無責任男として一世を風靡したコメディアンで俳優の植木仁さんが亡くなりました。80歳でした。ソビエト連邦を崩壊に導き民主化に大きく貢献したロシアのエリツィン前大統領が死去しました。76歳でした。大阪府の前知事で漫画トリオのメンバーなどとして芸能活動を続けてきた横山ノック氏が亡くなりました。75歳でした。独特の声と言い回しでテレビや舞台で幅広い役柄を務めた俳優の石立哲夫さんが亡くなりました。64歳でした。ピアニストで作曲家の羽田健太郎さんが亡くなりました。58歳でした。宮沢喜一元総理大臣が老衰のため亡くなりました。87歳でした。パリコレクションなど世界のファッションショーで活躍したモデルの山口紗友子さんが亡くなりました。57歳でした。現代のオペラ界を代表するイタリアの歌手ルチアーノ・パバロッティさんが亡くなりました。71歳でした。世界的な建築家で文化功労者の黒川紀章さんが亡くなりました。73歳でした。この歌の作詞を手掛けた方の訃報が届きました。あら悲しいね、悲しいね。出て行くんだな。父がいる、ユーユーポーラの母がいる、そして太郎がここにいる。あれは誰だ誰だ誰だ、あれはデビルデビルマン、デビルマン。捨てたはずなのに、恋は眠りを忘れさせる。闇に向かってお前の名を呼ぶ。今すぐ会いたい、朝まで待てない。Got faith, got faith, got faith,
電子音楽の巨匠、ドイツのカール・ハインツ・シュトックハウゼン氏が亡くなりました。79歳でした。エレクトロニックミュージックの歴史は1950年代、ケルン電子音楽スタジオのシュトックハウゼンだが、シンセサイザーなどの電子楽器を研究することから始まった。持って今飛んできてみたんですよ。驚きますよ、あんまり大きい音で何事が始まったのかと思いましたよ、うちにいてってI'm on a psychedelic.
Beep, 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 beep.
よ。県でひょうたんを材料にした楽器作り教室が開かれました。まず講師の指導で卵型のベニヤ板にピアノ線を6本並べた後、鉄の線で押さえて鍵盤を作りました。これにお椀型に切ったひょうたんを共鳴板として接着剤で取り付けると、カリンバと呼ばれる指ピアノの完成です。Shetani ya bakoko
太陽の下でロックを歌うジョー。魂に突き刺さるロックが今の彼の生活のすべてである。
小山田圭吾がお送りしてまいりました中目黒ラジオ、いかがでしたでしょうか。まもなくお別れの時間です。今日お送りした曲は南春夫とコーネリアスで赤トンボ、ヤン富田とドゥーピーズで八木さん郵便、ゆらゆら帝国で美しい、シルバーアップルズでオシレーションズ、アダムアントでグッディートゥーシューズ、沢田研二で晴れのちブルーボーイ、ザ・ゴーチームでユニバーサルスピーチコーネリアスミックス、郷ひろみ&キキキリンでリンゴ殺人事件、沢田研二で勝手に仕上がれ、ピンクレディでペッパーケール、佐々木勲で宇宙戦艦ヤマト、竹村太郎と少年少女合唱団湖でウルトラマン太郎、戸田恵三でデビルマンの歌、山本リンダでどうにも止まらない、モックスで朝まで待てない、チャーで闘牛士、杉浦義弘で眠れマッハバロン、日吉耳でよまいごと、カール・ハインツ・シュトックハウゼンでコンタクテ、マイケル・ジャクソンでスリラー、マイケル・インディアンでブリマール、サイキック TV でグルーヴ・オン・ラブ・イン・ライフ・ミックス、コーネリアスでビープ・イット、コルネリウスでコーネリアス、コーネリアスでモンキー、バラッド・オブ・マンバサでイトゥーリ・ピグミーズ、トーキングヘッズでアイジンブラ、フラワートラベリンバンドでサトリパート1、ペトラヘイデンでミュージック、 TPO でサンドッグ、以上30曲でした。中目黒ラジオでは皆様からお便りを募集しています。宛先は郵便番号 150-8001 NHK FM 小山田圭吾の中目黒ラジオ宛てです。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは平成20年が皆様にとって良い年であることを祈りながらお別れしたいと思います。